馬券圏内に入ってくることも、まあ、あるとは思うんですけども、まあ、イメージとしては、昨年の宝塚2着馬のダノンバラードですね。あ、いましたね。あのダノンバラードに近いイメージを持っているんですよ。なるほど、はい。まあ、早めにこう抜けるっていうことに関して言えば、まあ、2年前有馬記念のあのレーシングフラッシュですね、三浦騎手が乗り換わりの時のですね、はいはい、まあ、ああいったような感じのレースをするかなと思うんですよね。まあ、フラッシュもこう一瞬の切れ味っていうタイプだったので、はい、なんでまあ今年もまあトゥザワールド、まあそういったレースを押して早めに抜け出したというふうになれば、こう馬券圏内ももしかしたらあり得るかなっていう感じでは見ていました。そうですね、やはりこの中山での実績があることで、あのちょっと穴人気になりそうな感じですもんね。そうなんですよ、はい。まあトゥザグローリーですとか、まあ、お母さんトゥザビクトリーですとか、はい、まあ、有馬で構想したっていうところで、まあ、そこら辺の、まあ、本人、あの本人という人じゃないな、あの当該当馬以外のところの、あの実績っていうところで少しこうオッズが、あの売られてるっていうところが、あの気にはなりますよね。そうですね、はい。まあ、あとはやはり前走いくらなんでも負けすぎだっていうところで、まあ、16着で4秒2差なので、はい、こっからその例えば次の馬柱が1着2着3着っていう数字が書かれてあって、それが中山の 2500m でコバ相手に一気に変わるっていうイメージは正直持てないのは持てないんですよ。確かにそうですよね、はい。まあ、3歳の、まあ、G1 結局参戦しましたけれども、はい、結局一つも実績勝つことはできませんでしたし、まあ、特にあのダービーはね、本当にこう力差が出てしまったのかなっていうような5着でしたから、まあ、そういった形で、まあ、出し抜けをして有馬記念の今回のレースに関して、まあ、適正といいますか、その客室といいますか、いろんな条件はね、あの合うような環境にはあるんです。